我々男も実は花が好きなんですね。道を歩いてても人の家の庭のお花を見ちゃったりするんですよ。だけどその家の人からしてみれば、何やら不審者が家の中をね、覗き込んでるようにしか見えないんですよ。なので誤解されないように、違います、私は花を見ているんですと言ったリアクションを取ったりなんかします。まあかわいいとか言ってね。そしたらそれがかえって不審がられて通報されてしまうんですよ。わざとらしいリアクションはただただ気持ち悪いだけなんですね。そこの住人に、お花が綺麗ですね、見事に手入れされてますねってことが伝わってないんですよ。花は女性だけのものじゃない、我々男だって花が好きなんだ、そういう思いだけでは相手に伝わらないんですよね。例えばですよ、女性が犬を散歩させているとしましょう。犬に向かって可愛いって女性が言ったとしましょう。それは別におかしくないんですよね。だけどそれをね、男が言ったら気持ち悪いんですよ。特に犬の飼い主が若い女性だったらなおさらですね。女性は身の危険を感じるでしょうね。何事にも誤解されないためには表情も大事だし、セリフっていうのも重要になってくる。ただただ可愛いだけだと変態チックなんですよ。それを言うんでしたらば、例えばお花の場合ね、なんて綺麗な花なんだ、このセリフを感情を込めて言うのです。明らかに花が綺麗であるということを相手に訴えてるということが見て取れますよね。そして声のトーンは財津一郎、なんて綺麗な花なんだ、これで決まり。あなたはもうね、不審者とは呼ばせない。財津一郎のような表情と声色で女性が連れて歩いているワンちゃんに向かって、かわいいねと言ってごらんなさい。その女性はあなたにううと笑いかけてくれるかもしれませんですよ。要は言い方一つなんですよ。伝え方なのです。